はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、ホルスデッキ皆さん楽しんでいらっしゃいますでしょうか。本日なんですが、ほんとうんこみたいなデッキ持ってきたんですけども、ホルスって手札捨てるギミックが強いんですよね。結構この辺のモンスター全部手札を捨てるっていうギミックがありましてですね、王母の石壁からの、王の棺と、あと、イムセテによって。で、捨てるカードが強いと、結構アドバンテージ稼げて強いっていう話あるんですけども、史上最強のコスト知ってます皆さん。捨てられた時に手札が3枚増えるっていう最強カード。これね、おじゃマジックって言うんですよ。手札、フィールドから墓地へ行かれた場合、デッキからグリーン、イエロー、ブラック1枚ずつ手札に加える。まあ、要は3枚手札が増えるんです。それをこっそに、ホルスを墓地に送ったりすれば、手札消費全くなしでいけますし、あとはシンプルにこの、ザコどもを持ってくることができるんで、今日はですね、何をしていくかっていうと、まあ、ザコども持ってこれるんだったら、お邪魔キング爆誕させようぜ、ということで、革命のお邪魔キング2体、出すコンボをですね、持ってきました。まあ、正直ネタレッキなんで、まあ、これとホルスの、ギミックが揃ってないと動き出すことはできないんですけども、ほとんど。ホルスとオジャマジックからオジャマモンスター3体持ってきて、で、ジャイアントレーナーでホルスのギミックを使って、ジャイアントレーナー3枚ドローします。で、融合とか、この地盤沈下とか、ネクロフュージョンみたいなカード引いて、オジャマキングを2体爆誕させる、これです。はい。結構ね、モンスター使って、アナコンダからの、アルビオンオジャマキングとかもあるんで、なんか、結構決まるんですよ。マジでオジャマキング一回数値融合した後に、そのアルビオンで相手のターンのドローフェーズにオジャマキングもう一体爆誕させるとかもできるんで。過去最強のオジャマデッキができたと言っても過言ではありません。はい。早速ですね、ゴミカスムーブ見ていただきましょう。デュエル、スタンバイ。いやー、オジャマジックやっときた。このカード引かないとちょっと話になんないんですよね。ま、オジャマジックとかいう最強カードをちょっとイムセイテで切るっていうコンボだけ したかっただけなんですけど、僕は。裏ラチェック。オジャマジックを捨てたかった人生だっただけなんですよ、僕は。てか、全員集合した手札に草。手札に全員集合で草、ホルス。で、ホルスの栄光、イムセイテの効果を発動。オジャマジックを捨ててカードを1枚ドロー。アンド王の棺サーチ。よし、ザコども来た。うわぁ、ザコにはザコの使い道があるんだ。来い、ザコども。よし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 。あ、これザコどもってあれですからね、別に暴言を吐いてるわけじゃなくて、本当に満場の順化そうやって言ってたことですからね。原作再現ですから、別に悪口ではないんで。さあ、これで、ハーピーをお餅を送りながら、イムセティをお餅に送っていく。よし、いいぞ、とりあえず全員集合だ。さあ、ホルスモンスター全員集合。さあ、墓地からひたすらにホルスモンスターが蘇ってくる。うわっ。このギミックマジで、これでさ、このギミック回してまだ手札4枚あるのなかなかすごいよね。まあ、その手札4枚が全部ザコなんだけど。さあ、レベル8のモンスターが3体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、熱血指導をジャイアントレーナー。さあ、指導していくぞ。さあ、とりあえずカードを1枚、ドローさせてもらってお前に指導を与える。よし、強い、これは強い。さあ、王の棺の効果を発動。チンプチェーンを切って、イムセティを墓地に送って、そしてエッチンプチェーンの効果、手札から墓地に送られたため、デストイパッチワークを1枚手札に加えさせてもらい、そしてデストイパッチワークの効果を発動。融合とエッチンプチェーンを1枚手札に加えさせてもらうぜ。よーし、これでザコ融合の準備は完全に整ったぞ。そしたらこれ、まあ、いやー、これドローするかどうか迷うな。ちょっとね、引いちゃい、楽園融合を引いちゃうパターンもあって、ただちょっとネクロフュージョン引きたいの、あ、引いたわ、神。ちょっと一応、怖いもの見たせでもう一枚ドローして。あ、オッケー。強い。ちょ、楽園融合を引いてしまうと、ちょっと穴込んだで楽園融合打ってないっていうのがありますのでね、ちょっとそこだけあれなんですけども。さあ、ザコども3体の魂を、墓地を振り、現れよ、おいでませ、おじまキング様。お前のモンスターゾーンを3箇所使用不能にさせてもらうぜ。よっしゃ。そしてホルスのなんだっけ、先導ハーピー5ゴリラを、特殊召喚して、そしてエッジインプチェーンと、もういらなかったジャイアントレーナーでリンク召喚、現れろ、ベルティアラコンダ。そしてアラコンダのモンスター効果を発動、
デッキからフュージョンマジックカードを1枚墓地に送ることによってそのカードの効果をコピー。もちろんコピーするのは楽園融合、そして楽園融合の効果を、コピーしてアルビオンを特殊召喚するで、うわアルビオンはちなみに相手のターンでね、自分の墓地のモンスターを蘇生することができるんで、これでアルバスを蘇生させて、アルバスでアルビオン出してアルビオンでオジマキング2体目を蘇生させるっていうコンタンよ。で一応相手の、破壊な等々もケアしてるため、一旦とりあえずアルビオンから効果を使わせてもらおうぜ。これが相手の破壊の誘発させる高等超高等プレイングと言っておこう。アルビオンの効果を使うとなんかこの盤面に、もう一回オジマキングが、分かれてる後出るなっていうのが分かるので、ここで何かしらの効果を使ってくるはずだ。墓穴とか、何か X のカードがあれば。さあどうする、エアホイスター、何チェーンチェーンするぜ。ネクロフュージョンの効果を発動。ネクロフュージョンによって墓地の、融合作用をゲームから除外し、うおー、ザコにはザコの使い道がある。融合召喚、おいでませお邪魔キック様2体目無限包容だけマジでやめてもらっていいですか。無限包容だけほんまにやめてください。ちなみにこれ意外と返されてもなんかホルスいるから回収なんでまたなんとかなるっていうのがあるんですけどね。あ、増援どうぞ。さあ増援の効果をぶち込まれて、エアホイスターいいだろう、そのぐらいはサーチ勘弁してやるよ。さあモンスターを出せるの出してみろ対戦時間短すぎて草、ザコ来すぎで草ザコ来すぎで草、お前やる気満々かよ。この手札マジで地獄だよな。普通に考えたらこの手札地獄ですよね。まあ今回の場合はね、一応イムセンジ持ってこれたんで、一応耐えてるっちゃ耐えてるのかな。さあオジャマジックをぶん投げて、で王の棺を持ってくる。そうするとカードがめっちゃドローできて、お地盤沈下来たのでかいな。はい、でザコどもが一応大集合していくこのザコどもはね、コストとしては非常に優秀なんでね、別にないですから。出融合を手札からする場合はいるんですけど。さあとりあえずイエローと、ちょっと待って、被ってるやつはもう墓地に落としていいので、これでお邪魔グリーンを送りまして、はい、で一応これだけでもコンボ成立してるっちゃしてるんですけどね。アナコンダ出せるんで、アナコンダから楽園融合してアルビオみたいな動きが一応できるんで、融合はできるんですけど、お邪魔キング出せるんですよ、もうこれで。ここでアナコンダすれば、はい、で相手のターンですけどね。でちょっとジャイアントレーナーを爆発させまして、ドローをしていきましょう。ここに無限包容とか言われたら、さっきのアナコンダムーブをすればいいのかなというところなんですが、地盤沈下あるんでね、地盤沈下も魔法トラップゾーンも、今いらないね。魔法トラップゾーンを、魔法トラップじゃない、モンスターゾーンを2個封鎖できるよっていう、お邪魔ナイトみたいな効果の、永続魔法なんで、それでもいいみたいな感じなんですよ。5個封鎖できればいいんでね。で、ドゥアムテフを切って1枚ドローを、融合来た神、そしたらジャイアントレーナーを使って、一応カード1枚ドローさせてもろって、アルバス、なるほど、アルバスか。とりあえずハーピーは出します、融合します、アナコンダします。で、アルビオン立てとい、手札こそねえか、ミラジードじゃないといけないか、これ融合、ツ融合発動シンプル融合発動。さあ、ザコにはザコの使い道がある。うお、おいでません、お邪魔キング様。とりあえずモンスターゾーン参加封鎖します。はいはいはいよし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 。で、ちょっと地盤沈下発動します。ちょっと残りのモンスターゾーンも封鎖させてもらいます。クソすぎゴミカスムーブすぎ。で、ベルテアナコンダの効果発動します。ちょっと、手札コストがもうないので、シンプルミラジェの方がいいかな。でも一応あれか、ロック解除された時のためにもう一体出せるようにした方がいいか。こっちでいいか、これとこれ、こいつ対象取れないんでまあまあ強いですよね、普通に。どっちにしてもでもこの手札こそねえか。まあいいや、返されるときはもう返されるからいいや、もうしょうがねえ。無限包容って言われたら、ロック解除されるからもうしょうがねえよ、これ。そのときはそのときだ。さあかかってこい。モンスターゾーンはごめん、封鎖しておいた。魔法トラップカードを使うのはやめてください。
ちょっとエッジインプチェーン、これさ、さすがにガーディアンキマエラぐらいは入れた方がいいね。さすがにちょっとこれマクリフだとして、さすがにその辺は採用しないといけないな。救いの架け橋、やべ、ちょ最強ムーブだこれ。イムセティの効果でこの救いの架け橋を捨てるギミックめちゃくちゃ強いよね。これ本当、あ、ユニオンカクロコじゃん、マジかよ、やばい、ユニオンカクロコやばい。さすがにちょっと ABC だ。確かに相性はいいな。スケールの駆け足でユニオンカクロコ持ってこれるもんな。確かにこれユニオンカクロコかなりきつくなりましたよね。なんかそのテラフォーミングの規制とかがさあってさ、結構ここに触れづらくなっちゃってるからさ、 ABC ってなんか ABC というか XYZ とかなんか強化確定してるじゃないですか、 OCG でもね。なんかマスターデュエルね、結構ねユニオンカクロコとかに触れないんだよね、マジで。なんか変なギミック入れないと、なんかエンシェントフェアリーとかああいう系のギミック入れないとね、もうすべきがあんまなくなってるから、まあ、とりあえずちょっと ABC は宇宙展開されるんで、まあ、見守るしかできないんですけども、まあちょっと一応見ますか。本当になんかこのデッキは拡張性が、アハシマさんじゃないですか、アハシマさんじゃん、アハシマさんじゃないですか次期禁止カードと言われているハリファイバーが禁止になり、ね、そしてエレクトラム制限、アナコンダ制限という状態の中で、もう次の禁止はお前だと言われているアハシマさんじゃないですか。エクシーズなんかサポートしてる、なんか唯一制限カードになっていないと言われてますけど、召喚サポートの中でなんか分からんけど、こっからのなんかホルス展開とかかまされるってことすごいね。そのデッキちょっと分かんないけど、最終盤面だけどうなるか教えてもらっていいか。レベル9のモンスターが2体でオーバーレイ、何エクシーズ召喚、メレオロジックアグリゲーター、あなた召喚ムービーあるんですねマジでテンペストから落としてるシーンしか見たことないから、ちょっとあなた召喚ムービーあるの知りませんでした、すいません。エクシー召喚成功した場合、エクサデッキからモンスター入ったら墓地を送る、何 XYZ ドラゴンキャノンだと、何強いな。でこっからホルスが出てくるってとか、おい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 、お前すげえな、なんか何レベル8のモンスターが2体、ギガンティックチャンピオンサルガス、かっこいいね。なんか召喚ムービー連発してて相手かっこいいな、このデッキ。ギガンティックチャンピオンサルガスで、あーレギュラス来た、レギュラス来た、てかまだ相手2ビルケアできてないんだよ、こんだけ展開してえ何これ、あメガトンゲール、やばい、何これ召喚ムービーのみデッキ、そんなわけないか、アハシマさん召喚ムービーねえか。メガトンゲールめちゃくちゃ強いじゃん、やばい。メガトンゲール、まあ、メクシゾンスターで処理できるわけでしょ、ディンギリスとかで。レギュラスで、はい、XYZ ドラゴンキャノンだと、何バカな、この動きはあれか、ちょっと待って、俺ディンギルス入れてたっけ、ディンギルス入れてねえしちょっとやべ、ちょディンギルス入れてこよう、ちょ待って、これ XYZ ドラゴンキャノン、やばい、これあれ伝説のあれじゃん、 ABC と XYZ フィールドにいるから、なんか除外したら A2 ついてるんじゃね、これあかん、やばいやつ来た、ちょっと待って、こいつなんでも無効だよね。相手がモンスターの効果魔法トラップカードを発動した時、手札を1枚捨てて発動、その発動を無効にして破壊する、強そうなんですよね、これ確か耐えしないんですよね、この人やばい、ちょ終わってる、さすがに自慢鎮火発動、ちょっと一旦魔法トラップゾーンを封鎖したいんですけど、なんかあります、これ使ってくんねえかなちょっと待って、これモンスター魔法トラップ5回無効ってこと、無理すぎん、やばいこと起きてないてかなんであいつあんな展開して手札5枚あんだよ、おかしいだろ。イムセティ行こうか、イムセティ行こうかで、エッジインプチェーンを墓地に送ることによって王の棺を張りたいですよね、すいません、すいませんでしたすいませんでしたすいませんでした、いやまだまだ大丈夫だ、まだまだエッジインプチェーンがある俺には。さあエッジインプチェーンの効果を起動するぜ、すいませんでしたおい無理やって、無理やって、A to Z 強すぎるって、無理やろ、クソ強くてワロタ、何この最強デッキA to Z 出して手札5枚あったら遊戯王終わんのよ。